はいどうも、ワンソクチューブです。今回はですね、ラブ4 PHV、こちらの試乗会の方にですね、カンドレジャーさんの取材に同行させていただいています。ありがとうございます。それではですね、ちょっと好天なんですけれども、荒れる天気なんですけれども、ちょっと行ってみたいと思います。じゃあパワー入れてみましょう。はい、こちら、PHV なので、もちろんエンジンは最初にはかからないですね。まあ、暖気とかバッテリーの状況によってはエンジンが始動する場合もあると思うんですけれども、最初から、エンジンは今かかっていません。バッテリーも、満充電状態ですね。はい、じゃあそれでは、D レンジに入れて、ちょっと発進してみましょう。で、こちらもですね、電動パーキングブレーキついていますので、そのまま走り出すことができます。そして一度ホールドボタンを押しておけば、信号停止時で止まった時にも、停止状態が保持されるという形になっています。めちゃくちゃ雨降ってるんですけど、おー、しかし、あれですね、力強さ半端ないですね。で、実は今さっきまで、ハリアのですね、ガソリンモデルに、乗ってたんですけども、その直後に今乗り換えてますけども、乗り心地自体はですね、こっちの方がいいですね。ハリアのガソリンよりはこちらラブ4 PHV の方が印象がいいですね。そして今信号で止まりましたが、ブレーキホールドボタンを押しているので、ブレーキペダルから足を離しても停止状態が保持されています。いや、乗り心地はめちゃくちゃいいぞこれ。そんでフラットライドですね。ピッチングとか全くしないのに、そのままの姿勢で前に進んでいく感じ。そんでやっぱりね、トルクがめちゃくちゃ EV なのであるんで、今エンジン全くかかってませんけれども、めちゃくちゃトルクですね。先週私ハリアーのハイブリッドの FF に試乗してますけれども、それよりも確実に力強い感じっていうのもありますし、でエンジンは今の状態だとバッテリーがほぼ満充電なんで、いくら踏んでもエンジンがかからないというような状態になってるんで、めちゃくちゃ静かで、乗り心地とか、そのなんだろう、走りの剛性感みたいなのはなんかね、こっちの方が印象がいいですね。まあ車両本体価格自体もこっちの方が高いし、まあ、もしかしたらそのバッテリーを床下に搭載している関係で、ボディ剛性とか、その、車体重量とかですね、重量配分とかがこっちの方がなんか安定してるっていうのはあるのかもしれないですけど、すごくなんかね、がっしりどっしり、なんか本当輸入車の高級 SUV に乗ってるみたいな感じがあります。でギャップとかを超えても全然ショックがない。これは明らかハリアーのガソリンモデルから直後から乗り換えた感じでも乗り心地がいい感じっていうのはありますね。でブレーキタッチも違和感なく、改正されて、充電されるんですけれども、かなりがっつり効くと。で重いボディのはずなんですけれども、止まらないっていう印象はないですね。これは本当に上質な乗り味がありますね。なんで、ラブ4だからとか、SUV だからとか、EV だからとか PHV だからとかっていうんじゃなくて、車としてすごく出来が良い感じがめちゃくちゃしてる。それはハリアーハイブリッドよりも感じるっていうのがもう乗った最初の印象ですね。なんで、充電ができるとか、あとはその EV で走れるとか、そういう、なんでしょう、そのプラグインハイブリッドとしてのメリットを感じる部分にプラスして、上質なこう SUV に乗りたいっていう風に思ってる方がいるとしたら、このね、乗り味はなかなか輸入車でもここまでなんか乗り心地がいい車ってなんかあんまりない気がしますね。でメーカーの方がここにあるなんか EV モードみたいなのを押してくださいみたいなのを言ってたんですけど、 EV モードで押すとこれ EV だけで走ってますけど、うおー、めちゃくちゃ速い。速感はやっぱ EV ならではですね。でこちらの EV オートというボタンを押すと、ハイブリッドと EV、いい感じで多分調整してくれるのかな。これがハイブリッド EV、チャージホールドモードというので、スポーツモードにすると一番力強いということなんで、今ちょっと信号ダッシュのタイミングがあるので、ちょっと強めにアクセルを次開けてみたいと思います。じゃあ行ってみます。おー、オイルスピンしてるぞこれこれちょっとウェット
状況だと持て余すぐらい早いってことですね、これお、早い早い早いですね。これは確実にむちゃくちゃ加速感はあると。なんでドライの状況で、高速の合流の時とかは多分猛烈な加速を示してくれるんだと思います。ちょっとウェットの状況でこのヘビーな、車体を加速させようとするともうホイールスピンが発生してしまうぐらい、力が有り余ってる感じですね。ちょっと開けてみましょうかね。まあエンジンもかかって充電もしつつ、加速をするという感じですかね。いやまあそれにしてもめちゃくちゃ速いですね。ただ首持ってかれるほど速くはないですよね。そうです。でも久しぶりに感じましたね。あの気持ち悪い感じですか。気持ち悪くはないですけども、おーっておーって感じ、はい、あそのテスラみたいなちょっと酔うほど速いっていう感じではないですけどもう十分その現実的な範囲で速いですね。これ0-100がどうやら6秒フラットと、いうことで相当速いと。なんか86がですね7秒っていうことなんで、86スポーツカーよりも速い SUV ということなんで、これね相当速いんじゃないかと思うんですけども、それでは青になるので踏んでみましょう。ちょっとホイールスピンしながら行ってますね。おう、このウェットの状況だと、おお、でもめっちゃ速い。これすぐ制限速度まで行っちゃう感じなので、まあ加減しながら一般道では進んでいかないといけないですけども、相当速いですね。これ持て余しちゃいますね。まあ、直線で高速とかで加速する際には相当ぶっちぎれると。とラブ4四角い SUV だからといってもう全然煽ろうもんならもうちぎっちゃうような感じですね。で加速音もピュイーンっていうね、EV ならではのモーターの音で加速していくことができるというのもなんかこれも未来感あっていいですね。でエンジン一切回ってないですからね。バッテリーも今満タン状態で溜まっているので、これはね速い、めちゃくちゃ速い。でここのあれですね、スイッチが赤になるんですね。じゃあちょっとノーマルに戻して、オートハイブリッドモードに戻します。それでも速いな、ノーマルでも速いな。中間加速で踏んだ瞬間からトルクが立ち上がるんでむちゃくちゃ速いですね。はい、今、ラブ 4PHV の後ろの席に乗らせてもらってますが、この後ろの席でも感じるこの力強さ、そして結構やっぱ姿勢があれですね、あのもしかしたらそのバネ上精神制御っていうのが入ってるからなのかもしれないですけど、加速減速した時もその煽られたりこうつんのめったりすることがないですね。こうピッチングっていうこう前後の揺れがないから、こうお尻が滑るような感じとかが後ろの席乗っててもないのはいいですね。そして乗り心地むちゃくちゃいいっていう、これはね本当に乗り心地めちゃくちゃいいですよ。で足元もねやっぱ広いですしね、ラブ4クラスだと。で後席でも、背もたれ1段階リクライニングできるので、長い時間乗るときにはこのね微妙な1段あるないだと結構違いますね。で足元も、センタートンネルの高さが意外と抑えられているので、まあ本当5センチ10センチ弱ぐらいの高さに抑えられているので、サイズ以上に足元の、圧迫感はないですね。といった感じでね、ラブ 4THV、ちょっと、今日は天気に恵まれませんでしたけれども、試乗させていただきました。まあ感想としてはですね、やっぱハリアーより、やっぱなんかこっちの方がね走りの上質感を正直感じてしまったというのが、まあ、素直な感想ですね。そしてむちゃくちゃ速い。でこれ気をつけないともうすぐに制限速度を超えちゃうぐらい、もう軽く踏んでても加速してってしまうので、本当にね余裕のある、走りを感じることができると。これ多分もう 3.5 リッター以上の、エンジン積んでるぐらいの、本当に軽く踏んでるだけでもスピードが出てっちゃうんで、これはねその余裕みたいな感じっていうのと、あとそのバッテリーを床下に積んでいるからか、もう本当ボディ剛性もなんかシャッキリしてるんですよね。でステアの応答性とかもなんかねワンランク良くなってるような気すらしてしまうというぐらい、本当にねドライブフィールに関してはめちゃくちゃ印象いいです。やっぱアクセルの回路に対するそのトルクの付きがいいと、やっぱ車がね一回り小さく感じるぐらいの良さがあります。
で気になっている人はね、ラブホ PHV なんか納期がですね、なんか今注文が入りすぎてオーダーストップしてるっていうような話も聞くんですけれども、まあ、気になる人はね、試乗車なかなかないかもしれないんですけれども、機会をね見つけて試乗してみてはいいんじゃないかなと思います。いや相当印象良かったです。といった感じで、あなたの物欲を刺激する車買うチューバー、ワンソクチューブ、次回もお楽しみに。